はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルの首相が、今日もイギリスについてのお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。決まりましたね、新首相、えー、リズ・トラス、女性ですね、47歳ということで、まあ、これね、あの、イギリスの、まあ、掲示板とか、まあ、ツイッターみたいなのあるんですけれども、 まあ、こう、ちょっと、いろいろ見てるんですよ。いろいろ見てるんですけれども、えー、いろんな意見があります。まあ、もともとね、あの、すごい、なんか、左に傾いてる、あの、首がね、あの、まあ、これ、見ていただけるとわかるんですけども、記者会見したんですけど、首がね、2度ぐらい左に傾いてるという、えー、ツイートがありました。まあ、それと同時に、 えー、気持ちも左に2度ぐらい。いや、もっと傾いてるんじゃないか。という、あのツイートが追い打ちをかけるように、えー、載ってました。うん、まあ、いろんなことありますよね。まあ、過去のことはどうでもいいんですけれども、まあ、これからね、未来、イギリスが良くなるかどうか。ま、とりあえずおめでとうございます。ね。うん、まあ、あの、でも若いですからね、まだね、47歳ですから、もう気合とね、こう、元気と明るさで、あの、イギリスを良くしていっていただければと思いますね。 まあ、それにしてもですね、まあ、新しいイギリスの代表顔が決まったのはいいんですけれども、なかなかね、イギリス国内の未来、非常にこう、もうちょっとね、殺伐としてきました。言葉がね、うん、あの、皆さんが口々に言う言葉が、ヒートイート。食べ物と、えまあ、 暖を取るのとね、暖房を暖かくするのと食べ物と、両方ともをちゃんとやっていこうって言っていたのが、いつの間にかヒート・オア・イート。暖を取るか食べ物を取るか、どっちか一つしかないね、というふうになってきていたんですがですよ、ここ最近その言葉もだんだんみんな言わなくなってですね、カタストロフィー、オア・バイオレンス、 これ怖いですね。カタストロフィーは、破局ですね。または、バイオレンス。暴力に走る。暴力。この二つに二つしかないんじゃないかっていう言葉が、最近ね、あっちこっちでね、見られるんですよ。これはね、もう北斗の剣の世界ですね。本当マットマックスとか北斗の剣とかね、もうウォーキングデッドとか、もそんな世界の なんかね、こう、映像が見えるような感じがしますよ、近未来イギリス。非常に危ないですね。も、ま、う、あ、どういうことかって言ったら、も、ま、う、あ、破局というのはね、その、何をもってして、そんなことを言ってるのかというと、結局、もう全然ね、電気が、もう目処がつかないんですよ。冬、この冬、電気が、ちゃんと各家庭で、 暖かく過ごせるぐらいの電気が使えるかどうかっていう、みんなそれがね、もう無理だと思ってるんですよ。本当に。まあお金すごく持ってる人は別ですよ。だけどまあ普通のね、あの中流の方とか、まあそれよりも下の方っていうのは、いやもう本当に暖房費だけでね、月に10万とかこう払えないんでね、もう無理なんですよ。ガス代、電気代合算すると、もう本当10万になってしまうので、 あの、結局はそのガスって言ってもね、煮きしたりとか、まあお風呂で暖かいシャワー浴びるっていう風に、冬は結構ね、そのシャワーの温度も設定も、日本もそうじゃないですか、高くするんですよ。そうすると、まあカロリー使うわけですよ。ものすごいこう、まあガス燃やさなきゃいけないので、多分ね、えっ、ー、とガスの燃焼のそのパーセンテージも上がるので、ガス代が 二倍から三倍ぐらいかかるんですよ。冬って。もう普通に過ごしていてもですよ。いつものようにね。だからもうね、こう無理だとみんなもう諦めてきちゃってるんですよ。だから、もう投資してしまうんじゃないかとかね、もう、もう、もう生活していけないよっていう、ちょっとこう、まあ下向きなね、もう意見の人ばかりが増えてしまって、破局というふうに言ってる人が多くなってます。またはですね、バイオレンスですね、もう暴力。 うん。それだったら暴れるしかないだろうって。いや、いるんですよ。イギリス結構多いですよ。だから暴れるしかないっていう選択をね。要するにもう、あの、ウォーキングデッドってそういうドラマでしたね。私全部見ましたけど、最初から最後まで。ゾンビのね。あの、ゾンビものだから最初どうかなと思ったの。あんまり、ね、ゾンビもの好きじゃないんですけど、あの、 いやー、ウォーキングデッドは物語がありますね。本当に、人間の、なんだろう、つながりというか人間関係の複雑さというんですかね。まあ、いろんなことがあって、ちょっとね、考えさせられるドラマでしたね。で、それを見てですね、いや、こんななっちゃった大変だなと思ったら、だんだんなんか、まあ、イギリスはそれに近くなってる感じがいや、本当ですよ。あの、近い感じし、最近ね、するんですよ。だからみんなが、 ね、なんか、バイオレンスって言い始めて、いや、そうかな、やっぱ、バイオレンスが来てるかなっていう感じがね、してきてます。いや、本当に、なんかね、近寄ってる感じしますよ。本当に。これは、まあ、大変なことになるんじゃないかと思いますよ。だ今年の冬ってもう、もう今日もそうですけど、最高気温本当二20とか21度で、最低気温12、三3度なんですよ、今。 あの、イギリス、もうロンドンもうちょっと高いのかなだけどもうちょっと北に行くと、本当にそんなもんなんですよ。まあ、イギリスって言っても、こう、日本も北海道から沖縄まで、いろいろね、違いがあるじゃないですか。北の方、あの、ちょっと北になるとね、もう本当そんなもんですよ。もう秋通り越して冬に近くなってきてます。寒いんですよ。本当だったらもうね、暖房をつけたいんですね。だけど暖房つけると、とんでもない電気代になってしまうので、まあ、あの、ガスもそうですけど、 これはつけらんないんですよね。まあ、ガスはね、まあ、みんなちょっとやめる形に、やめるって使わないってことですよ。あの、本当に。あの、今まで言ったようにガスの、あの、その、いろんなパイプを通したね、セントラルヒーティング、あの、入ってるんですけど、それ、みんな止めちゃってますよ。みんな。話聞くと。もう怖いんだよね、ガス代が。だから電気に変えてるんだけど、電気もガンガン上がってきてるんで、 いや、電気もどうかなってなってるんですよ。でもガスも電気も使えなくて、さてじゃあ、もうま、だから薪買ってる人多いですよ。あの、木をね、山に入っていって、倒木とか、倒木だったら持ってっちゃっても全然怒らんないので、も、ま、う、あ、倒木をチェーンソーで切って、細かくして、トラックに積んで持って帰ってきて、もっと細かく斧で割って、あの、溜めてる人とかね、今いっぱいいます。イギリスでは。まあそうやって、もう国はね、CO2 が出るから暖炉でね、 まあ、薪ストーブとか、こう、使うなって言ってるんですけども、まあ、そんなこと言ってる場合じゃな、もうないですね。そ,のそんな言うこと多分聞かないですよ、みんな。バイオレンス、<laughs> バイオレンスですから。本当に。まあ、薪ストーブ俺は使うぞって言って使うぐらいはもう小さいバイオレンスですけど、本当のね、こうバイオレンス出ちゃったらもうちょっと国は危ない感じしますよね。まあ、そういうことで、ね、新しい師が選ばれて、ね、あの、リズさん、ね、頑張っていただきたいですけど、 本当に方向に行くのかどうかっていうことで、まあ応援していきたいと思いますけれども、まあみんなでね、力を合わせて乗り越えないといけないんですが、果たしてどうかなっていうね、ちょっと一勢の不安を抱えながら、未来を、近未来ですね、を見つめている、まあイギリス人が多いというお話でした。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。